こんにちは。歴ショックです。今回は、槍半蔵の名でも知られる渡辺守綱の生涯について紹介します。渡辺守綱は、三河一向一揆では家康を裏切って一揆方につくも家康に許されて帰参し、鬼半蔵と呼ばれた服部半蔵と並んで槍半蔵として徳川家を代表する武者となりました。本多忠勝などとは違い、足軽頭として部隊を指揮するまでに出世はとどまっていましたが、豊富な戦闘経験を家康に買われ、大阪の陣直前には、尾張藩家老として、尾張藩の軍事を任せられるまでになります。子孫は、尾張藩の家老として続いたほか、別家が大名にまで出世し、明治時代以降は家族として繁栄することになりました。今回は、槍一本で戦場を戦い抜き、家康の信任を受けて尾張藩の家老となり、子孫に至るまで尾張藩の軍事を任せられた渡辺守綱の生涯について紹介します。若くして武功を立てるも、父と共に家康に敵対する。渡辺守綱の前半生。渡辺氏は、平安時代の嵯峨天皇の皇子、源亨を祖先に持つ嵯峨源氏の一族です。その後、源亨から4代後の渡辺の綱が、酒呑童子退治の話で知られる、源頼光の四天王の一人となり、渡辺守綱の渡辺氏は、この渡辺の綱の末裔を称しています。室町時代以降、渡辺氏は三河に定住するようになり、守綱の曽祖父、渡辺徳綱の頃から松平氏に仕え始めました。渡辺氏は家康の4代前、松平長親の頃から松平氏に仕えており、譜代家臣の中でも古参にあたります。その後は代々松平氏に従い、守綱の父、渡辺高綱も家康の父、松平広忠に従って各地で戦い、一番槍の功をたびたび挙げるなど活躍しました。守綱は高綱の長男として1542年に生まれており、家康よりも数ヶ月先の生まれとなります。後に、鬼半蔵、槍半蔵と並び称されることになる、伊賀忍者の頭領、服部半蔵とは同い年でした。1557年、15歳の頃から松平氏に仕え始め、翌年には、織田方の水野信元との戦いで初陣を飾り、早くも敵の首を取る活躍を見せています。1561年に今川氏から独立した家康が今川氏真との戦いを開始すると、守綱は三河長沢城攻めで首相の一人である小原藤十郎を討ち取る手柄を挙げました。小原藤十郎は今川氏随一の家臣と評されるほどの武将で、当時19歳だった守綱の武勇が人一倍優れていたことがわかります。翌年の三河八幡の戦いでは、守綱は先陣の酒井忠次の軍に属して戦うも、酒井軍は劣勢となり、軍を二手に分けて退却することとなりました。この時に守綱は神狩りを務め、敵の追撃を食い止め、負傷した味方も助けるという、獅子奮迅の活躍を見せます。さらに、退却の途中、家康の援軍の旗を見た守綱は、退却をやめ、逆に一人で敵軍に向かって進撃を始め、多数の敵を討ち取る大手柄を挙げました。この結果、二手に分かれた酒井軍のうち、片方の部隊は死傷者多数だったのに対し、守綱のいた部隊はほとんど死傷者がおらず、守綱一人の功績だとされ、槍半蔵の異名を取るようになります。この後も、守綱は戦の度に勇敢に突撃し、小堺の戦いでは、負傷した味方を肩に担ぎながら敵兵と戦うという離れ技も見せていました。東三河の吉田城攻めでは、その勇敢さが仇になり、後に徳川16神将の一人となる、八谷半之丞が、敵が多いから一旦引くべきと忠告したのを疑い、単身突撃した結果、返り討ちに遭うといった出来事も起きています。松平氏を代表する荒武者として名を馳せていた守綱が、苦境に立たされたのが、三河一向一揆です。本庁寺の空誓を中心として、一向宗阿門徒を動員して、本願寺教団に圧力をかける家康に対し、一向一揆を起こしていました。家康の重臣、酒井忠久や、かつて敵対した吉良義昭などの反家康勢力も呼応したため、一揆は大規模となり、松平家中からも、本多正信など、離反者が多数出る有様になってしまいます。守綱はこの時、父と共に家康を裏切り、一揆側について、家康と戦う道を選びました。しかし、
父の渡辺高綱は家康との戦いの中で戦死し、盛綱も戦に敗れ逃亡生活を送ることとなります。一揆は家康により鎮圧されましたが、家康としても一揆に加わった家臣を全員処罰しては軍団を維持できなくなるため、一揆方についた多くの家臣がこの時赦免されました。盛綱も帰参を許され、戦死した父の医療を受け継ぎ渡辺氏当主となり、再び家康の家臣の列に加わりました。帰参した盛綱はこの後槍半蔵として槍一本でさらなる活躍を見せていくこととなります。部隊長として徐々に知略を用いた戦い方をするように。関ヶ原の戦いまでの盛綱。盛綱は1569年27歳の時に今川氏最後の拠点掛川城攻めで一気にその名を挙げます。盛綱は本田重次や服部半蔵らと共に徳川軍の使い番を務め、前線で敵と戦い、その武勇は今川軍にも認められるほどでした。今川軍が八潮を仕掛けた際も服部半蔵と共に伏兵としてこれを迎え撃ち、退却する敵を追って二人で城内まで攻め入る活躍を見せています。この結果、盛綱は服部半蔵と合わせて鬼半蔵、槍半蔵と並んで称されて、他国にも知られる武者に成長することとなりました。その後は家康に従って浅井朝倉氏との戦いに出向き、金ヶ崎の撤退戦では朝倉軍の追撃を槍を振るって食い止めています。姉川の戦いでも戦闘を切って敵陣に突入し武功を挙げるなど、28歳の働き盛りの盛綱の活躍は止まることを知りませんでした。突撃あるのみだった盛綱の戦い方に変化が見られるようになるのが武田信玄との戦い、三方ヶ原の戦いです。盛綱は三方ヶ原の戦いの前哨戦一言坂の戦いで、威力偵察に出た徳川軍の一員として弟の渡辺正綱と共に武田軍と戦うも、これに敗北してしまいました。この敗北から武田軍の強さを感じたのか、三方ヶ原の戦いでは指揮官の大久保忠世に対し、数に勝る敵に突撃するのではなく参道に引き入れて地の利を生かして戦うべきだと提言を行っています。もっともこの提言は聞き入れられず、徳川軍は敗北し、盛綱は敗走中に部下とはぐれた石川数正に付き従い、数正の撤退を支援し浜松城まで逃げ延びました。その後は浜松城近くまで攻め寄せた武田勝頼の軍に弟と共にわずかな兵で夜襲をかけるなど、浜松城の守りに貢献します。こうした活躍もあり、盛綱はたびたび領地を加増され、一兵卒から小部隊を率いる足軽大将の身分に出世しました。この頃に盛綱は家康に駿府時代から小姓として仕えていた平岩親吉の妹を正室に迎えており、1574年には長男の渡辺重綱が誕生しています。盛綱は長篠の戦いでも先手として足軽部隊を率いて武田騎馬隊と戦い、傷を負いながらもこれに勝利し、一説には武田信玄の軍師として名を挙げた山本勘助の息子を討ち取ったともされています。盛綱は長篠の戦いの頃から部隊長としての力量を家康に認められるようになります。駿河田中城攻めでは膠着状態の味方の先陣の兵をまとめて撤退させるように指令を受け、これを完遂するなど、槍一本で突撃する若い頃から一歩進んだ活躍を見せるようになりました。そんな盛綱が家康の信頼をより一層勝ち得た戦いが、本能寺の変後に起きた豊臣秀吉との戦い、小牧長久手の戦いです。当時42歳だった盛綱は家康の旗本部隊の足軽頭として出陣するも、徳川軍の先陣が秀吉軍に敗れ敗走するという事態に見舞われます。前線に派遣された盛綱は秀吉軍が隊列を崩してまで敗走兵に追いすがる姿を見て、逆に攻撃をかけるのを提案し、自ら鉄砲隊を指揮して追撃し、ついに秀吉軍の撃退に成功しました。この頃の盛綱は長年の戦闘経験から戦局を見る目が相当養われてきており、この後家康に重用されるようになります。盛綱は小田原征伐にも従軍し、家康の関東移封後は武蔵で三千石の領地を与えられました。48歳になっていた盛綱はこの頃には
50人の足軽を指揮する足軽頭の身分になっています。その後は常に家康のそば近くで仕え、九戸正実の乱、朝鮮出兵など家康が出陣する際には旗本として常に従っていました。関ヶ原の戦いでも100人の足軽の頭として家康の旗本の一員となり本戦にも参戦しています。この戦いでも盛綱の戦局眼は冴えており、家康に高知に陣を移すように進言し、家康も盛綱の進言を聞き入れ陣を移していました。こうして足軽頭として家康のそば近くで仕え続けてきた盛綱は関ヶ原の戦い後ついに報われる時を迎えます。家康に力量を認められ尾張藩の家老に。晩年の盛綱。関ヶ原の戦い後、盛綱は戦国を加増され4戦国の旗本となり、さらに騎馬武者30人を部下につけられます。30人の領地計6戦国も合わせると大名並みの領地となり、大名ではないものの盛綱も相当な出世を果たすこととなりました。その後1613年、盛綱が71歳の時に尾張藩主となっていた家康の九男徳川義直の付家老に任命され、盛綱は尾張藩に移り、この年になって転機を迎えます。義直は1607年6歳の時にすでに尾張藩主となっていましたが、幼少だったため尾張には入らず、盛綱の義兄にあたる平岩親吉が家老として実質的に尾張藩を差配していました。しかし平岩親吉は1612年に亡くなり、その後釜の一人として盛綱が配備された形になります。豊臣家の大阪城にも近い尾張は西国の抑えとして名古屋城が築かれるなど対豊臣の前線拠点になっていました。戦闘経験豊富な盛綱も対豊臣を見据えて尾張藩に入れられており、万が一豊臣秀頼が東に進撃してきたら盛綱が中心となって尾張藩を率いて戦うことが想定されていたと考えられます。盛綱は従来の領地に加え尾張藩内で新たに1万石を与えられ、計1万4000石の大名並みの身分に出世を果たしました。盛綱は1614年から始まった大阪の陣でも72歳の高齢ながら息子の重綱と共に先陣を務め尾張藩邸を指揮しました。当時家康は70歳以上の老兵は出陣させないことを軍令で定めていましたが、盛綱は特別に出陣を許可されていたことからも家康の盛綱への信頼度がうかがえます。結局盛綱は大阪の陣では戦功を挙げる機会には恵まれず、盛綱は家康が亡くなった4年後1620年に78歳で亡くなりました。盛綱の後は嫡男の重綱が継ぐも、重綱のこの代に渡辺氏は尾張藩家老1万1000石と旗本3000石に分裂します。このうち3000石の領地を継いで旗本となった重綱の五男渡辺義綱は徳川秀忠、家光親子に仕え、書院番頭、大阪常磐などを歴任し、1661年にはついに1万3000石の大名にまで出世を果たしました。途中尾張藩家老の宗家から養子を迎えはしたものの、盛綱の血をつなぎ泉の国に陣屋を置く博多藩として明治時代まで譜代大名として続きました。明治維新後は子爵の地位を与えられ、家族として明治時代以降も続いていくこととなります。一方渡辺本家も幕末に家老職を罷免されるも尾張藩家老として続き、藩の家老ながら将軍にお目見えを許される地位を保ち続けました。この系譜は江戸時代中期に三河奥都の藩荻生松平家から婿養子を迎え、最終的には盛綱の血が途絶えてしまっています。渡辺氏は盛綱以来尾張藩の軍事を任される家となり、幕末の当主渡辺綱朝は尾張藩兵を率いて江戸に腰入れする皇女和宮の道中の警護などを行いました。長州藩が京都に攻め寄せた禁門の変でも藩兵を率いて出陣するも長州軍に敗れ、綱朝は責任を取って自害しています。この後幼い息子渡辺綱里が後を継いだため、盛綱の弟渡辺正綱の子孫にあたる渡辺有綱が後見役を務めました。有綱は自費で西洋の武器を買い集めるほど軍事に通じており、
長州政党でも尾張藩兵の指揮官となり、尾張藩の軍備近代化に大きく貢献します。しかし大政奉還、王政復古の大号令に伴い、砂漠派であった有綱は尾張藩のトップ徳川義勝に尊王討幕姿勢を見せるためとして処刑されてしまい、戊辰戦争で渡辺氏が尾張藩兵を率いて戦う機会はついに訪れませんでした。明治維新後は当主の綱里が男爵の地位を与えられ、綱里のこの修士は検察官となり、戦後まで貴族院議員を務めるなど政治家としても活躍し続けました。こうして槍一本で戦い続けてきた盛綱は、その戦功を認められ子孫に至るまで尾張藩の軍事を任せられる存在となり、子孫若族として明治時代以降も繁栄することとなったのです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。今回の歴史ショックはいかがだったでしょうか。参考文献は概要欄に記載しております。この動画をいいなと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけるとチャンネル登録画面に移ります。歴史ショックでは Twitter、ウェブサイトでもたくさんの日本史情報を発信しています。概要欄に詳細が記載されているので、よかったらチェックしてみてくださいね。